はい、今日はこれは3月28日です。そうですね、もう3月終わるな。桜も満開、でも寒い寒いな。こんな感じでございます。さあ、今日は新海一軒富士インダストリーズさんでございますね。新橋来てます。陽気です、今日の新橋は。まあ、何をやってるか、じゃあ最後にご覧いただくと思います、はい、じゃあまずは新海行ってきます。ジュラですね。ジュラ塚地さんがアンドレ・ボンノさんの作るコートジュラトラディション2018年、値段4000円、はい、シャルドネ 80% サバニャンが 20% です。はい、ヴィンテージが18年ということでして、もういい感じに熟成も始まってきているコートジュラです、ね、すごい少し火打ち石みたいな香りと、うんうん、カレーみたいなスパイスいっぱい入ってるようなスパイスの香り、うん、アフターにすごいスパイスを感じまして、うん、多少酸麦酵母つけてるイメージかな、うん、なんかそこまでねシェリーシェリーしてはないんだけど、そうですね、うん、そのちゃんと酸麦酵母感がなんか感じられる、うん、これに入ったらちょっと恥ずかしいです。多分入ってます、多分入ってるんじゃないかなぐらいのなんか、うん、軽いニュアンスは感じますよね。まあ、僕たちが今ね、バンジョーナとかいろいろと飲んだ後にこれやってるので、それが影響してるかもしれませんけど、でも多分あるってね、はい、うん、美味しいですね。サバニャンが、まあ、有名な地域がありますけども、シャルドネもね、こういう風な感じで主体として出して、もう一本はね、シャルドネ 100% のやつもありまして、こうしてございました。やっぱ高いイメージがあるので、4000円ぐらいだとちょっと嬉しいなという。そうね、特に今回どん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 ね値上がりしてきている殺菌でございますので、こういうくらいのお値段は非常に嬉しいところでございます。じゃあちょっと苦手な方は苦手なんで、あ、それあの、ね、僕もね京都でね、はい、ジュラをね出したのよ。そしたらさ、すごい不評ですごい悲しくてさ、まあでも確かにな、飲み慣れないとねこれね、そうきつい、もう参加してる場合に出したんじゃないかって言われて、そう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 いうもんだっていうふうに分かってもらわないと、ね、非常に難しいところでございますけど、まあ、飲み慣れたら美味しいございます。はい、じゃあスモリンポイント4.2 でしょ、いいと思います。はい、美味しい、美味しいですね。こういうのはどういうふうなお料理とかがいいですか。本当にその地域のコンテとかめちゃくちゃ合うと思うんですけど、ね、いいね、確かにね、なんかいろいろとちょっと臭い系とかね、なんか結構食事にきちんと寄り添ってくれるような、補完し合う非常に美味しいワインだと思いますので、あとやっぱり風味にカレーを感じるのでカレーともいけるんじゃないかと思います。タンドリーチキンとか、タンドリーチキンいいと思います。あ、すごいですね、おいしそうです。はい、ということで今ですね終わったんですけど、スリランカ、スリランカ、スリランカフェア、いつまでやってるかわからないんですけど、ね、今新橋にスリランカのお茶を、お茶や食べ物が、ね、美味しそう。僕スリランカ過去2回行ったことありますので、そんなに行ってるの。ボランティア関係とあと遊びにとなんか2回行って、楽しかった、楽しかった、うん、浜辺にね寿司のうんこがいっぱい落ちてね、いいっすね。暗闇で歩いてたらさ、なんか勝手に踏むなって思ったらさ、戻ってきたらすっげえうんこまみれの足になってる。すごいね、畑と変わんないっす。変わんないっすね、あそこでも爆踏み上げてるうんこに絵のあるのかな。これはイングリッシュブレックファーストティーですね。はい、イングリッシュブレックファーストストレートティー、まあいいかもしれません。いろんなやつがあったんで、やっぱりセイロンティーなんでね。あ、美味しい、美味しい、まあ美味しい、美味しい。てかね、僕ね、この口嫌いなのよ。熱いっすよ、いつ出てくるかもわかんないしさ、出たら出たでしたらすっげえじゃん。ピンポイントでやられますか。マジこれ嫌いなの。これ外して飲もうかなと思って。後で外します、うん、まあ、とりあえず、いや本当にね美味しい、美味しいですね。いいの、新橋に来れば。でちなみに僕はですね、途中からジンジャーティーが好きですよ。ジンジャーミルクティーが、まあ、今日なかったんですか。なかった。でもね、スリランカに行ったそれホームステイ先っていうか友達に泊まってるわけ。そしたらお母さんが毎朝のようにくっそ甘いジンジャーミルクティーくれんの。あのカレーに出てくるあれみたいな、チャイみたいな、チャイ、そうそうそう。それがさ、最初飲めないんだけど、人間適応するんだね。あの甘さに出てきました。あれがないとね、朝目覚めなくなってくるんだよ。
やべえのあれはすごい。朝からすげえハイカロリーのもの飲んでんなと思ったら、まあそんな感じで血糖値上げました。ということで、ぜひですね、この公開をやってる、これまだ全然先に公開するんでいつまでやってるかわかんないですけど、待って、いいかがあったら来てください。ということで、ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。